ヤダムです。今日はですね、自分の子に自信をつけさせたいお父さんお母さんに向けてお話ししたいと思います。これね、よくあるのは、自分の子に自信つけさせたいと言って、もっとこうなんじゃない、ああなんじゃないっていうふうに、サッカーの話を一生懸命しちゃうお父さんお母さんよくいるんですけど、これちょっとまずいなと。でね、今すごいね、大事なこと。とにかく何でもいいから、子供に、ね、俺はできるんだ、特別なんだっていうね、根拠のない自信をつけさせるためには、しっかりと親御さんが褒めてほしいんですよ。お前できるぞと。今できてなくていいんです。今現在できてなくていい。何でもいい。俺の子だからできるぞでもいい。俺はこれだけやってきた。お前できないわけない。絶対できるから大丈夫だから。そういう、根拠のない自信をとにかく勘違いでいいからつけさせてほしい。で、それができるのは尊敬されてるお父さんお母さんだけなんですよね。でね、その以外の部分、技術的な部分は任せてください。お父さんお母さんがお前ダメだよ、下手だよ、もっとこうしろよ、ああしろよっていうのは俺たちの仕事です。てか俺の仕事です。だから、とにかく俺やってできないわけないやっていうところを、とにかく自信を根拠のない自信でいいんですよ。ね。もう絶対できるはずだ。絶対できるから。もう呪文のように今からでもいい。唱えてあげてほしい。で、その中を埋めるのは本当に任せてください。そういった部分を、うまく使いこなすかどうかで話は変わってきます。勉強だったらお前絶対できる、あそこ受かるよって言って塾にね、ぶち込むでしょ？ね、その辺をちゃんと自分、お父さんお母さんが戦略を持ってやる。サッカーに関してはよくわかんないんだけど、お前できるよって言うんじゃなくて、お前あれダメじゃねって言って、塾のね、成績のダメ出しとかしないでしょ、お父さんお母さん。本当に受かるかそういうことしないですよ。だからダメ出しじゃなくって、もうプロはプロに任す。で、ね、自分ができることをしっかりとね、家庭でできること、根拠のない自信をつけさせるのはね、何の資格もなくていい。ただ、親と子の関係性ができている、その信頼関係だからこそ、親御さんの言うことをお子さん聞くんですよ。これがね、専門的な話になるんで、いやいや、だってできねえじゃんって言われちゃうでしょ？多分これドキッとした人いっぱいいると思うんだけど、だから、そういった本当に必要な部分はこういう能力つけたいと思ったら、勉強なら塾に行く。サッカーだったら、スクールはそんなこと言っても多分ね、大体ね、対応してくれない。だから俺みたいなところ来て個人レッスンで、言ってもらえればやるんですよ。どういうつもりでどういうふうにしたいのかっていう、そういったオーダーメイドができるのは個人レッスンが一番なんですね。ただ個人レッスンと言ってるのはただのスクールみたいな形で練習だけさせてるところだとそうはいかない。これがまだ難しいんですよ。だからどっちかっていうと、お子さんに自信をつけるっていうのは練習でもないサッカーでもないんですよ、実は。だから親御さんとの関係性を大事にしながら、その関係性をね、やろうとしていることを穴埋めできるスペシャリストっていうのが我々です。なのでそういった部分をどこでもね、今自信をつけさせるって俺が言ってるから、よその個人ですが言ってる、ただ形だけだからっていうのはちゃんと伝えておかないといけないなと思ったので、今日はあえて、耳の痛い話をしてみました。根拠のない自信をとにかくつけさせましょう。イライラすると思います。でもイライラする部分はこっちにね、ください、やりますっていうところが戦略的だと思います。一番ね、手っ取り早いのはそういった部分です。楽しくさせて、繰り返しね、反復させるっていうところまで全部もちろん入ってます。なので、根拠のない自信、何でもいい、お前はスペシャルだって言い続けてください。ね、お前ができないわけがない。あんだけできた天才だって言い続けてください。これお父さんお母さんの役割です。中身は任せてください。やります。その天才に、ちゃんとね、匹敵するように、そこにちゃんとたどり着くようにやるのは我々の仕事です。ということで、ぜひね、ご参考にしていただければと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。